ですね。よく言われます。本当に、はあ、本当によく言われちゃう。もう本当にもうモデルですよ実際。ありがとうございます。もう48ですからね。いやいや、はあ、本当に。まあまあ60になっても70になっても40代ぐらいのレベルにはいたいなと思ってますね。なんか年取ったなって思い出すと、もうすぐ年を取ると思うんで、僕は年を取ってない、もうまあ一生小学2年生の気持ちではいる。それ頭脳がじゃないですよ、はい、両方両方。なんか秘訣があるんですか、そういうオーラを出し続ける若さの秘訣というか。気持ちですね。気持ち、気持ちの整形は大事ですよ本当に。気持ちが変われば顔もスタイルも変わってきますよ。これはもう自分で、11月にプロ野球選手になるって言って、気持ちが変わったことによって全て変わりましたね。ああなるほど、うん、そこから新たにまたですね、まあ、整形もしたんだけどね。整形、はい、どのくらいかけてるんですか。200万円ぐらい。あ、怒られちゃうね、あんま言ったら、はい、でもまあ今回これは、ね、はい、イメージキャラクターですけども、これ改めてどうですか、このシステムというか、うん、イメージキャラクター。いや、めちゃくちゃ良くないですか。いや、いいですね、本当に。自分がいらなくなったものを売って、でお金がさっきも言ったんですけど、お金がもらえてスペースも空いて、僕ね本当に沖縄にめちゃくちゃあるんですよ、荷物が。バリに行ってそのままにして行ったから、はいはい、だから本当に見てもらおうと思って、売りたいなと思って。いっぱいあります。 あんまりお金今ないから。そんなことない。そんな、それ誰も信じません。いや、そういうサービスね、すごいいいサービスだなって僕はもう思いましたね。どのくらいあるんですか沖縄。なんで沖縄なんですか。いや、物がどれぐらいあるとか、あんま覚えてない。覚えてない。めちゃくちゃあったから、あんま覚えてないんですよ。見てもらって、ちょっとお金にしたいなと。でも今時代って車でもそういうものでも売りに出してお金払わないといけない時代じゃないんです。まあそうですね、分からないけど、逆にね、うん、それを買い取ってくれる会社があるって素晴らしくないですか。すごいですね、確かにね。みんなもぜひね利用してほしいなって。これはマジイメージキャラクターになったからとかじゃなくて、すごい素晴らしいシステムだと思いますよ。例えば新庄さんが現役時代使ってたものとかも出しちゃったり、うん、それはないですか。ゴールデングラブ賞とかいっぱいあると思うけど。それはまずいかもしれない。売っていいかな。それはまずいかもしれない。プロ野球の、ね、現役復帰を目指すということですけども、はい、今の段階はどのくらいまで来てます。いや、かなりですよ。俺今までほとんどアドバイスを受けたこともなく、ストレッチ一つもしたことないぐらいの人間だったんですよ。今回はやっぱり14年間のブランクがあって、いろんな人に聞いて、体の作りとか筋肉の柔らかくするサプリメントとか技術方法とかも真剣に教わって、12月7日のトライアウトに目指して毎日研究しながら向かってますね。最終的には12月7日にまあ3万人ぐらい来てくれると思うんですけど、その中で楽しく笑いながら真剣にやってる姿を見てもらいたいなと思います。寒いんでね、いっぱいこうダウンジャケットとか着てきてください。一日どのくらい練習してるんですかね、時間的には。ね、2時間やって2時間やまあ 4,5 時間ですかね。 4,5 時間やって、うん、毎日毎日、ま、毎日 4,5 時間、はい、はあ、この後も練習行くし。あ、そうですか。まあ、でもこういうのがないとね、僕テンション上がらないんですよ。まあ、こういうねテレビとか広告の撮影とかをやって、それをなんかこうストレス溜めたくないんで、こういう場に出ると僕ストレスがバーンなくなるんで。あ、なるほど、はい、じゃあこの今日みたいなこういうイベントも、うん、トライアウトにはそうプラスになってます。大好きね、プラスになってますね、うん、大好き。なんならこっちの方が好きかも。